平成23年台風第15号は、2011年9月13日に発生し、複雑な動きをした後、静岡県に上陸した台風である。進路図2011年に日本に上陸した3個目の台風である。静岡県浜松市では最低海面気圧949.2ヘクトパスカルを観測するなど、 上陸時の中心気圧は950ヘクトパスカルを下回っており、関東地方中日本に上陸した台風としては戦後最大級の勢力である。マリアナ諸島の北で発生した熱帯低気圧が徐々に発達し、13日午後9時に日本の南海上で台風となった。その後ゆっくりと発達しながら西に移動し、沖縄本島近海で停滞。 三日間かけて半時計回りの円を描いて海上を一周。その後一時北へ移動した後、北東に進路を変えて速度を速めるとともに急速に勢力を強めた。21日午後2時過ぎに静岡県浜松市付近に上陸。徐々に勢力を弱めつつ、さらに速度を上げ、東海、関東、 東北地方を縦断。同日22時頃に太平洋に抜けた。強い勢力を保ったままさらに北上し、北海道東部を暴風域に巻き込んだ。台風から変わった温帯低気圧は、西高東低型気圧配置の構成要因ともなり、日本海側を中心に雨が残った。22日の夜には、温帯低気圧から伸びる前線が関東にかかり、 洪水となった。また、その冬型の気圧配置により、通常の吹き返しより、北西の風が長引いて、寒気を引き込んだことにより、全国的に低温となり、大雪山で、初関雪を観測した。また、温帯低気圧として、消滅しないまま、カナダに到達し、風速40メートル以上の強風、大雨、洪水、倒木、停電、 大雪等の被害が発生したほか、交通網に影響を与えた。また、帰宅ラッシュ時と重なる時間帯に台風が上陸したため、関東地方では公共交通機関がのきなみ運休となり、東日本大震災以来の多くの帰宅難民が発生した。10月14日の閣議において、激人災害指定が決定した。日本の南海上で複雑な動きをした影響で、 長時間にわたって雨が降り続いた。その結果、台風12号と同様に各地で記録的な降水量となった。19日朝から北陸地方や東海地方で雨が降り始め、その後は本州に停滞していた前線の活動も活発となり、台風が通過した21日にかけて東海地方や関東甲信地方を中心に断続的に 激しい雨が降り19日09時から21日24時までの総降水量は各地で300ミリを超え、特に静岡県静岡市青井くばが島で554.0ミリ、岐阜県多治見市多治見で496.0ミリを観測した。風は東海地方や関東甲信地方の沿岸部や伊豆諸島を中心に、 風速秒速20メートル以上の非常に強い風が吹き、東京都神津島村神津島で、秒速31.1メートルを観測した10月5日、現在、河川や水路に流される、土砂災害に巻き込まれるなどして、16人が死亡し2人が行方不明となっている。また、東日本大震災の被災地の岩手、宮城、福島の3県でも、死者、負傷者を出した。また、 台風の上陸地点となった静岡県や、危険半円に位置した神奈川県をはじめとする県で、多数の負傷者を出した。この年の3月11日に発生した東日本大震災で、壊滅的被害が出た東北地方太平洋側でも、震災以後で最大の降水量、冠水を記録。福島第一原発では汚染水の水位が44センチメートル上昇した。 山形県では落雷や倒木で一部地域で停電となった。震災被災地では居住地での浸水被害はあったものの、低地に建築規制がかけられていた地区も多かったことから被害は軽減された。9月21日、静岡県静岡市において住宅が巻き込まれて一人が死亡したほか、岐阜県三武町においても走行中の車両が巻き込まれて一人が死亡した。 22日には、岩手県二戸市において一人が死亡。震災被災地の宮城県仙台市宮城野区や、新潟県佐渡市などにおいても発生した。21日、神奈川県相模川に架か,かる三つの橋では、トラックなど八台が、相次いで横転した。千葉県富津市では、円柱系の鉱材四基が倒壊し、二基が変形した。神奈川県川崎市川崎港では、 停泊中の貨物船2隻が浅瀬に乗り上げた。また、神奈川県横浜市では強風に煽られて転倒し一人が死亡している。9月16日、高知県南国市で増水した用水路に流されて一人が行方不明となった。鉄道東海地方から東北地方の多くの路線で運転を見合わせるなどの乱れが発生した。JR 東日本は、 台風が直撃する進路をとっており、駅関係者などの輸送障害を事前に避けるためという理由で、風速計や雨量計が規制値を超えていなかった山形新幹線、東北新幹線、秋田新幹線でも一部列車、区間の運休を決めた。このような計画運休は2009年10月の台風18号以来となる。 東海道新幹線が昼過ぎから運転を見合わせ、多数の区間で停電や倒木が発生し、多数の列車が運休したり、8時間遅れで運行した列車もあった。静岡県と山梨県を結ぶ見延線の西藤宮駅甲府駅は、内線駅か大島駅間の森土が崩壊した、他各地で土砂流入や倒木などが発生し、普通となった。 みの部駅甲府駅間は9月26日から、西富士宮駅マイナス内線駅間は11月14日から、それぞれ運転を再開。被害が甚大なみの部駅マイナス内線駅間は2012年3月16日までは、バス連絡輸送を行い、翌17日に全線復旧した。航空21日には、国内線、国際線合わせて、 成田空港発着便を中心に500便以上が欠航となった。道路高松自動車道では、板のインターチェンジの東方で、乗り面の崩落が見つかり、道 IC となると IC の間が通行止めとなっている。青森県では17日からの大雨で、五所川原市などで、リンゴ園が浸水した。日本フットボールリーグは、台風の接近に伴って9月18日に、 行われる一試合の中止を決定した。笠松競馬、船橋競馬は9月21日に予定していたレースを中止した。9月21日の東京ドーム、神宮球場、ケースタ宮城、西武ドームで開催予定の試合が台風の影響で中止された。なお、同日の京セラドーム大阪の試合は通常通り開催。川崎、大垣、松阪の 各競輪場で予定されていた開催が中止、順延になったほか、場外発売にも影響が出た。静岡県では26万8000個以上が停電した。特に台風の震度にあった静岡県西部地域は、停電個数が多く、復旧に時間がかかった。静岡県島田市では、倒木の影響で電線が切断されて、大規模な停電が発生。 その他にも東海地方、関東地方を中心に停電が相次いだ。台風12号で被災した三重県立機南高等学校では学校再開が遅れ、9月20日にようやく再開を果たしたが、その日の午後には台風15号に伴い大雨警報が発表され、翌9月21日には暴風警報と帰省本線の代行バスが運休になったことから再開から1日で、 再び休校となった。同校は創立50周年を迎え、記念式典が10月に予定されていたが、翌2012年に延期、文化祭は中止が決まった。台風12号によって天然ダムが発生した奈良県と和歌山県では、大雨によりダムの水位が上昇し、決壊の危険性が高まっている。9月20日午後には、和歌山県田辺市熊野では、 土砂が水位より高くなっているが、決壊したという情報はない。大雨によって、新しい年だけの噴火による土石流の危険性が高まったことで、宮崎県都の城市では20日、一部住民に避難勧告を出した。台風に伴う大雨のため9月20日には、岐阜県田見市、兵庫県淡路島、宮崎県都の城市、延岡市などに避難勧告が発令された。 特に、愛知県名古屋市では、台風が、周雨前線を刺激したことより激しい雷雨となり、庄内側の一部で、腰水の被害が発生したため対策工事を行った、ほか、天白川などでも、氾濫の可能性が高まったことからにより、一時市内12区の70万世帯109万人に、避難指示、避難勧告が発令された。ありがとうございます。